おはようございます。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。今回の動画ではフィリピンの保健大臣が5月20日にフィリピンには新型コロナウイルス感染の第2波が来ていると発表したんですが、なんとですね、その後にフィリピンの大統領府がそれを否定し、その後にフィリピンの保健大臣が謝罪をしたという、そういった出来事がありましたのでお伝えしていきます。なんでそんなことが起きてしまったんでしょうか。フィリピン保健省は第2波発言の謝罪後に次のように説明をしています。保健省はフィリピンが地域社会での感染によって引き起こされたパンデミックの第1波の最中にあることを確認しましたと。これは旅行歴のある感染者ではないフィリピン人の間で感染を記録した時から始まっていますと訂正をしています。やっぱ第1波の最中にあると訂正したんですね。そしてフランシスコ・デュケ保健大臣は5月20日、フィリピンは新型コロナウイルス感染の第2波にあり、隔離規制が緩和されれば第3波を迎えることになると発言していたんですね。その発言後、大統領報道官のハリー・ロケ氏がテレビ会見の場でですね、私たちはまだ第1波の最中にいますと。実際これは2月に最初の感染者が出始め、3月で膨れ上がりました。その数は現在に至る5月まで増え続けていますと述べ、保健大臣の発言を否定しています。その後、保健大臣は次のように述べています。皆様に不安を与えることになってしまい大変申し訳ございません。しかし次の対応を考えるにあたり、科学的に感染の波の解釈を決めていくことは重要です。それが第何波であろうと、最初の波であろうと、重要なのは、より多くの人が病気にかかってしまうという第2の波を防ぐことです。と、このように発言しているんですね。実はこの第2波という発言は、保健大臣が何の根拠もなしに言ったのではもちろんなくですね、保健省が抱えている疫学者のデータと発言を根拠に第2波と言っていたんですね。実際その疫学者の名前も保健大臣は出して、この人がこのように言ってるからもう第2波起きてるんですと、そのように説明している模様がニュースで流れていました。そして保健大臣はこのことについて、なぜ私たちがすでに第2波に入っているという主張をする人がいるのか、それは医学が法律と同じだからですと説明しています。続けて、法律は一つですが解釈は異なりますよねと、同じことが医学にも当てはまるんです、だから、解釈によっては第1波とも言えるし第2波とも言えるって、そういう説明をしたんですね。まあそのような説明はしたものの、保健大臣のこの出現は世間に大きな批判を巻き起こし、保健省はその発言から引き起こされた不安と混乱について謝罪をせざるを得ない状況となりました。保健省のある幹部は、保健省が起こしたこの混乱によって当局や関係部門の人たちがパンデミックを阻止するという任務の邪魔にならなかったことを望みたいと発言しています。そして、我々はまだ波の中にいますと保健省のある幹部は述べ、第1波は3月31日に1日で538人の感染者が出た時にピークを迎えているとしています。保健省は新型コロナウイルスの1日あたりの新規感染者数の平均はそのピーク以降220人に減少していると発表しています。また、元保健大臣のエスペランザ・カブラル氏は、国が依然としてパンデミックの最初の波にあり、政府は次の波に備えるべきであると発言をしています。しかし現在のフィリピン感染者の推移がどの段階であるかということを決定するよりも、より重要なことはパンデミックに取り組む準備ができているという政府の保証であると述べています。まあその通りですね。はい、5月22日現在は新型コロナウイルスの感染者の総数が13,597人となっています。1日で新たに感染者が163人出ていますね。そして新規感染者のうち 56% となる91人が NCR マニラ首都圏から、そして 34% となる56人はリージョン7、これはセブヤボホールを含めたビサヤ中部地方から出ています。そして92人の新たな回復者が出て、回復者の総数は3092人となっています。
新型コロナウイルスで死亡した方は11人増え、総数は857人に達しています。先日の動画でフィリピンは感染者数の割に回復者数が他国と比べて少ないと説明しましたが、保健省によるとフィリピンにおける回復者の人数が比較的少ないのは、一度感染してその後再検査を受けていない人や病院に入院していない人の数が回復者数に含まれていないためだと説明しています。再びフィリピンの保健大臣の第2波発言の話に戻りますが、保健大臣がフィリピン全国に第2波が来ているという発表する前日にですね、実はドテルテ大統領や他の閣僚を含めたタスクフォース会議に保健大臣が参加していたんですが、その場では第2波が来ているという発言には一切触れることはなく、いきなりその会議の翌日に何の前触れもなく保健大臣が第2波の発言を発表していたとのことです。まあ、他の閣僚の人たちはびっくりしたでしょうね。昨日の会議で何も言ってなかったのに、第2波来てるのかよってね、そんな感じになってたと思います。その後慌てて大統領府がそれを否定したという、そういった出来事でした。大統領報道官のロケ氏は、ドゥケ保健大臣とは意見は異なるかもしれないが、危機の終焉を求めるという情熱は共有していると述べています。しかし上院議員の中には、今回の保健大臣の第2波発言に対し何が言いたかったのかわからない、緊張を高める以外何の役にも立たない情報であった、ひどい間違いであると述べ、誤解を招いた発言の責任を取り辞任すべきだと言っている上院議員もいます。また別の上院議員は、保健大臣の発言について事実を正しく理解して伝えるべきであり、誤った情報の発信はフィリピン政府が行っている努力に悪影響を及ぼすし、国民に混乱を与える恐れがあるとしています。保健省が目標としている検査数にまだ届いていないため、毎日の感染者数から目をそらすために意図して第2波発言をしたのではないかと述べている人もいます。実際にフィリピンは1日あたり3万件の検査を目標としていますが、まだ目標には程遠い状況となっています。検査の結果、一度陽性となった人を再度検査するという、そういった作業も日ごとに増えているため、報告されているデータは感染者の完全かつ正確な状況を示していないともされています。私たちはまだこういった不確実な状況に置かれているということがよくわかるニュースですね。とにかく今はもうみんな初めての経験ですから、こういった不確実なことが多いため、まあ、数字とか情報とかはですね、あくまでも参考にしながら、自分の身は自分で守るとして、引き続き外出を控え、健康にはくれぐれも気をつけていきましょう。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンをぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。